人前だったら完全にアウトですからね。健康が良くて行楽っていうかあれか、なっちゃんと遊ばなきゃ。うわもうなっちゃん切れてるわ、このヒステリックと遊ぶか。ダメだヒステリック、なんか忙しさ。あ部活か、てか俺全然部活行ってない。あーそうだな、そろそろ演芸部やめるかまだ出会ってない子いるでしょ。あのメガネとあの水木ちゃん、5分前だ。なんか危ない危ない、あのね危なかった本当に。今回もコメント、このユーカム55さんがボソッと言ったのしかないからね。誰一人発狂も5分前というコメントも言わなかったからね。危ない危ないというわけでちょっとトイレ行っていきます。しばしご歓談を。確かにね、みんな疲れてきてるでしょうね。まあそれはもちろんやってる私もだけど。うん、あれお前ちょっとお腹出てない？でも俺ぽっちゃり好きなんだよね。よしじゃあ頑張っていきましょう。まあ、頑張っていきましょうって言ったけど、まあ私の右手にはバナナが握られてるっていう。俺バナナ一本食べさせてくれ。本日の主食ヘルメットなんかかけてないで俺の下着つけるやっぱこれ一番ひどいな。今日何本目？今日2本目じゃないですかね。そんなね、そんなにさすがに放送しながら何本も食べませんよ。ヘルメットなんかつけてないで俺の下着つけろよ多分この時のマサトは多分最高に頭おかしいです。ほら今でも占いぐらいは見れるから、バナナ食べながら占いとかニュースとか見よう。ブティックナナミ、はいはいはい中毒性あるかな。ドクターチャビン、ダメだな、全然面白くなさそうだこれ。こういうなんか流行とか最近全然追ってないよね。行楽がいい、これはやつの流飲を下げなければ。で恋愛が全然良くない。イケボで出た、マサとイケボ説、俺は信じないぞ。イケメンの一言まとめて聞きたいために GS のおまけパート、ああ確かに番外編は確かにね、イケメンの一言の音声素材、ね、いやでもそういう楽しみ方もありかなって今喉から口に出そうになったけど、いやそんな楽しみ方する人普通はいないなってイケメンの一言って結局なんやねんっていう。どうしようかな、服買っとくかな。でも服そんなに別にないわけでもないしな。あ、そうだそうだ、部活だ部活、部活やーめ、ピーしよう。テニスやろ、テニスの王子様になろう。演芸部をやめよう。そうか、残念だけど仕方がないね。今までご苦労様。
さらば森ブラック。手塚部長はいないでしょ。手塚部長、四季様行くなら出さない方がとも。いや、イロ様行ったとしても僕は水木ちゃんを出したい。私水木ちゃん好き。そうね、演芸部全然俺やってないね。あー切れてる。日比谷くん興味ねえな。心底興味ねえな、日比谷くん。お先輩、先輩もこれから帰るんですか。まあな。すいません。は？今日はちょっと何この後輩、超生意気なんだけど、閉めるべ。お先に失礼します。は？何最近の、マジゆとり。てかなんか最近ストレス全然溜まってないな。なんでだろう。なんか。ストレスが最近なんかあんま溜まってない気がする。充実してんのかな、生活が。潤いのある生活を送ってるんでしょうか。とさっき誰ってと言って、あ、さっきイロ様か。じゃあ騎乗くん行ってみるかな。あ、でもなんかぼちぼちなんかこのうろうろしてる生活よくないよな。デートの誘いか？そんな照れんで。なんかそろそろこういうなフラフラしてる生活やめたいな。なんかこう一本に一本満足でいきたい感じはするけどな。水族館嫌いなんだっけな。お、メダルコーナーが追加されてる。ゲーセンはな、一回やらかしたし、ちょっと行ってみたいな。ダブル VS ってできんの？おお、ええで。そっちから誘うっちゅう。ここはもう何回も聞いたから、飛ばし気味で行くわ。やっぱな、放送時間も限られておりますゆえ。また VS 行けるか。行ける行ける。ダブル VS でどっちと結ばれない。やだな、その未来。そんな未来、僕が変えてみせる。だ1個 VS 解消してからもう1個 VS 作りたいよね。作りたくもねえけど。まあ、スポーティーでいいか。VS 回避するんだ。いやでも VS こそがなんか GS の醍醐味みたいなとこもあるんじゃない。お、このエプロン。ちょっとばかり遅刻やで。ごめん。 GS1 の VS は5回だよで回避できないやつは。ほう、寝取られプレイとはやむだ。おお、まっとで。まっとぶん今日は長めに付き合ってもらうからな。お、その格好ええやろ。おう、やっぱ自分そういう服がよう似合うで。せやろ。今日は何しよう。いや、せっかくなんでメダルがやりたい。メダルが。よっしゃ、じゃんじゃん稼ぐで。 GS3 は純粋な女の子だと仲良くなる。ほな、VS ないのか。今日は何して遊ぼっか。お菓子を取るやつ、ブラックジャック。やっぱお菓子じゃない、お菓子。やっぱなんか商品がかかってる方が燃えるでしょ。なんや、ガキ。いや、もう終わっちゃう。ご要望とあらば。だからもう難しすぎるんだって、騎乗くんの選択肢さ。誰かワザップに変えてくれ。騎乗くん世界一難しいって。今日はなんや疲れたな。自分も気ぃつけて帰るよ。ダメだダメだ。またな。こういうちょっとサイコパスとは分かり合えないわ、ちょっと。こう人の気持ちを、なんかこう、汲み取ってくれない。俺がこんなにこう、騎乗くんのことを考えて選んだ選択肢をこんなに無下にされるとは。ひどい男やで。こんなん当たり前や。あんじゃな、デスミちゃん。いや、難しい騎乗くん、本当に。騎乗くんが正直何を考えてるのかさっぱりわからない。
よし、テニスラブマッチって書いてある。ほんとすれ違い切ない。毎月第3日曜日、あ、そうか、運動部ってこういうのなんだ。クラブに必ず参加してもらいます。逆に言えば第3日曜だけ参加してればクビにならないっていい部活よね。エクスキューズモア、コートから出てちょうだい。お、かわいい。一番かわいいね、やっぱ水木ちゃんは。え、どうして？どうしてって、この須藤瑞希が今から使うから。一番かわいいな、やっぱ。でもほら、順番だから。そんな決まり、瑞希は知らないけど、うん、やっぱ一番かわいいな。そんなこと言われても困ったな。いいわ、それじゃあ勝負よ。勝負？そう、負けた方が永久にこのテニス部を去るの。今日入ったやつと真剣に勝負するっていうのはどうかと思う。何もそこまでしなくても。こら、さっさとメニューこなして。須藤さん、遅れてきたらグランド10周。手塚部長みたいなことやってるぞ。桃城、グランド10周だ。あの部長しょっちゅう走らすからな。桃城先輩確か100周とかやらされてたよね、部活一切来なくなった。運がいい人ね。お名前は？あ、私、破壊神デスミ。破壊神さん、いつか勝負することになるかも。ちょっと発音汚いな。須藤さん、グランド10周。何やってる、校庭10周だ。お嬢様、お車を手配いたしましょうか。おう、ついにカーソルの人。いい、一人で走る。当たり前や。どうやら水木様はあなた様を大変気に入られたようでございます。よし、このジジイ攻略するぞ。あなたは？これは申し遅れました。私は水木様の執事でございます。ギャリソン伊藤とご承知おきよ。まあ、なるほどな。これからも語学人として仲良くして差し上げてください。それでは失礼いたします。はギャリソン割とガチで攻略したいのよね。そう思ってのパプーさんだけじゃないかな。大概の人はガチで攻略したいとは思ってないんじゃないかな。ない。いや、人気はあるかもしれないけど、攻略は誰もしたいと思ってないでしょ。なんか、多分、既婚者だと思うし、多分ね。なんでギャリソン人気なんだよ、謎だわ。理事長で我慢してて、理事長がかわいそうだと思わんのかね。それ理事長より人気ある場合は、理事長が人気ないので、メール、あ、ほんとだ。あ、俺2月からメール見てねえんだ。ちょっこ来ちゃったよ、セントバレンタインズデー。君はどうするかな。夏美ちゃんはそこが知りたいな。ちなみにこっちは秘密中。ではでは、夏美。仲良かった頃のメールかな、これ。すごい切ない。ご愁傷様。これもまだ仲良かった頃かな。あんたまたヒムロッチのクラスだね。いや、ご愁傷様です。よっぽど決められてんだね、ヒムロッチに。もしかしてヒムロッチあんたにラブっていうか、ラブラブありえないよね。ではでは、夏美。このラブラブの表記がなんかスマップスマップみたいな。ケカカバーカカバーって何、あの大きな動物。美月です、あなたはよく知らなかったみたいだから、もう一度教えてあげます。水木は学園のエトルテ。みんな水木のお友達になりたくしょうがないんだけど、でも水木は一人しかいないから。エトワールってこういう綴りなんだ。へえ。全然なんか
俺のヘボン式ローマ字の知識が全然活かされなくてつらい。ヘボン式ローマ字だと絶対 これをエトワールとは読まないでしょ。皆さんのお友達になってあげるわけにはいかないの。だからあなたってとても運がいいの。よかったね、水木のお友達になれて。すごいな、このメールの便箋のデザイン。さーて、あ、お出かけじゃないわ。電話かな。そろそろ森村くんの番号を聞かないとまずいような気もするな。聞いとくか。聞いとこっかな。聞いとこ。姉ちゃん？空いてるよ。なんか用？男の情報を教えるんだ。姉ちゃんの評価、こんな感じだよ。うわー、VS がついてる。鈴バカくん、なんか俺のこと嫌ってない？なんで？別に俺何にも悪いことしないよ。はあ、あのスポーツバカ何を考えてるんじゃい。マドカくんは結構好き。あれ、イロさんはそんなに俺のこと好きじゃない。意外。まあ、一応一通り見とくかな、多分。一回動画で見てると思うけど。あ、やべ。丸ボタン押しちゃった。いいよ。葉月だね。こんな感じだよ。なるほど。動物好きって情報は知ってるわ、でも。他にも聞きたいことある？いいよ。森村だね。ちょっと待ってて。森村だね。こんな感じだよ。体育の時間によくこけるらしい。いらねえ情報だな。他にも聞きたいことある？いいよ。三原だね。ちょっと待ってて。こんな感じだよ。なんかこの情報はなんか覚えてるわ。他いいよ。騎乗だね。騎乗くんはそっか、動画で出てきてないから、はい、完全に知らないんだよ。コーヒーが好き、中型免許取ったらしい。へえ。なんかへえとしか言いようのない情報が。今後生かされないだろうけど。免許持ってるってことはなんかバイクで二ケツみたいなイベントがあったりなかったり。いいよ。鈴鹿だね。こんな感じだよ。なんかこれも知ってる。他にも田臥選手的な。いいよ。日比谷だね。こんな感じだよ。俺の一番弟子。他にもいいよ。氷室先生、こんな感じだよ。車の運転が得意。まあな、私も誘拐させられかけて。他にも聞きたいことある？まあもういいや、パソコンは入念にチェックしてるから。はい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 。じゃああれですな、お電話でもおかけいたしますかな。イロ様行こっかな。もしもし、赤いシンくん。ここは部活ですな。今5日だから、まあ、11日に行ってみたいな。イロ様分かりにくいんだよな、なんか好みが。水族館とか意外とどうでしたろ。オッケーオッケーオッケー。だんだん釣れるようになってきたな、イロさんも。5月11日か。なんだっけ。あ、そうだ、VS 解除しないといけない。よし、攻略はよろしい。あ、ビリヤードか。騎乗くんとかなんか意外とビリヤード
できそうなイメージはあるな。あ、もうとにかく VS 解除優先か。なるほど、そうしましょう。赤い神君いたね。ご飯食べていくのでみんな発狂忘れないでね、よろしくね。あと何分後だ、あと8分後ぐらい。ちょうど忘れるぐらいの時間ですよね。それもいいかもしれないね。なんか8分後ぐらいのことってちょうど忘れるよね。 VS になってると対象攻略キャラの効果のじわじわ、うわー何その毒毒みたいな。デートに行くぞ。延長忘れたことあるある、あるあるなんだよな。エレガントのズボンって俺1個しかなかったっけ。あ、じゃああのお気に入りのあれでしかないんだな。このな、毎月2回ぐらいデートしないと現状以上厳しい。じゃあ騎乗くん、まあでも騎乗くんな、結構まだ早い段階だからまだどうとでもなるというか。さあ、あ、同じ服だ。来たよ。まだどうとでもなるでしょ、仮に好感度が地の底に落ちても。大丈夫、間違ってないよ。さあ行こう。うん、今日の格好、オッケーオッケー、とても素敵だ。素敵だしょ。うん、絞りたいけどな。知ってる、イロ様もいいし、そういう服、騎乗君もいいみたいな、ね、そういう難しいお年頃。僕は好きだよ。さあ行こう、青い海の世界へ。変わった魚がいるね。出た、相変わらずいるな、あそこに変な顔の人。変な顔っていうか変な表情の人。あ、これはもう簡単でしょ、一番上。自然は偉大だね。この僕も互角に戦うのが精一杯だよ。オーケーオーケー、これは簡単だった、これも一択だった。今日はとても楽しかったよ。また僕を誘ってごらん。じゃあね、さよなら。おいほーい。さーて、もうとにかく VS 解除か。 VS 解除ってなんかステータスなんか上がってる感じがしない。お、ちょっと待って、ここかテニス部って。テニス部危なかった。で VS 解除、なんか自由行動がない。最近の俺、葉月くん一緒に帰れないでしょ。ああ別に構わない。別に構わない。釣れた。何のイベントもない。主人公、おう、デスミちゃん、儲かりばっか。また来たのか。ってか、なんてな、喫茶店のバイト長いな、ずっとしてるな。たまたま通りかかったからな。葉月くんだけやね。カプチーノ一つ大盛りで。なんか真似したくなる。なんかザイケボって感じがするから、なんかついね、やりたくなる、葉月くんは。いらっしゃいませ。コスプレあるある、コスプレ。おー、ダサい。っていうか、俺のアイコン邪魔だな。え、今のって死んでいくヤクザのモノマネとかじゃなかったんですか。死んでいくヤクザのモノマネこのタイミングでしてる人いたら頭おかしいでしょ。もうちょっと冷静に考えてください。歩く。うわぁ、両方買いたい。両方買いたいよ。買いたい。アクセサリーはどっちもいらねえやつだ。
両方か買ってお金完全溶かしたらまずいかな。大丈夫？これ何があってもこのアルカードの負荷まず間違いなく買うんで買いますけど両方買って大丈夫？あ、じゃあ買うわ。あ、ショール暖かさ調整できるんだ。じゃあショールも買っとくか。うん、花柄のショールを、まあ、どうせならやっぱピンクの方が、ピンクが一番だから。ありがとうございました。また来てね。イケメンを攻略する気ないない。ちょっと待ってください、風岡さん。この放送の枠タイトルをもう一回見てごらん。なんて書いてある？男のイケメン攻略放送と書いてないかな。あそこいんのタマちゃんだ。のんびりお買い物かな。どうした？え、何引かれた？タマちゃん。え、タマちゃんってこういう終わり？肩？さよならタマちゃん、ありがとう、今まで楽しかったよ。タマちゃん引かれたけど。ちょっと危ないじゃない。もう何なのこの子。しかも引いたのは黒塗りのベンツに乗ってる水木ちゃんでかいのんきかい。私ぼんやりしてて、うん、確かにちょっとねこう格差社会を感じるよね。ちょっとどこのとは言わないけど、なんか格差は感じる。ああ、危ない、もう少しで跳ねちゃうとこだったなんで跳ねかけた方が跳ねかけた方が偉そうなんだよと思ったけど、でもあれだね、トラックのうんちゃんとかもうなんかバカローっていうイメージあるな、飛び出してきた人に対して。まあ、飛び出すのは悪いんだけど。須藤さん、あ、破壊神さん。あ、水木ちゃんのちょっと調整しよっかな。水木ちゃんの破壊神がなんかもう一つなんかテンション上がんない。こんばんは、こっちドキュメモ放送どこまで進みました？そうですね、今一人の女の子にとても嫌われるってとこまで進みましたもう一人の女の子にね、ものすごい嫌われてます。もう許してあげないよ、謝ってるじゃない。何よ、この子の肩持つつもりどっちの肩持ったらいいんだこれ。だってそんな大きい車でこんなとこ入ってくる方も良くないよ。まあな、そう、男にはね、男は本当にたぶらかしてますからな。デスミちゃん、いいの、私が悪かったから。まあ状況をちゃんとね詳しく見てないからどっちが悪いか分かんないけどね。あら、あらあらあら、あなたたちお友達なの？ここのあらあらあらちょっと好き。うん、そうだよ。ルイは友を呼ぶってやつね。ボケボケチームって感じ。わ、そこそこ好かれてるって言っても有効一人以上しかいないけど、ね、いや、この2年目の何 ?5 月ぐらいで有効が一人もいたら相当やばいでしょ。多分多数を疑えるレベルじゃ、多数を、 TAS を。お嬢様、そろそろ参りませんと。分かってる。じゃあね、お二人さん、オルボア、オルボア、皆様どうかお気を悪くなさらぬよう。それでは失礼いたします。なんかこの人がなんかすごい大人な意見言ってる感じだけど、車運転してるのはこのジジイじゃないの？お、5分前か。